会長会長、この調子なら何の問題もないな。あれ？ちょうど見かけてよかったよ。それよりどうしたんだ、飛行機落とすなんてテールスらしくもない。新型のテスト中だったんだ。動力伝達系にミスがあったみたい。飛行機なら預けといたトーネードがあるだろう。今度はもっとすごいのを考えてるんだ。それもあって、カオスエメラルド。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、こいつをなんとか動力源に使えないかと思ってね。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるしさ、ミスティックルインにあるから。駅から鉄道で行けばすぐだよ。ソニックにテイルズ、ドクター・エッグマン。いかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、それからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくば、さもなくば力ずくで奪い取るまでよ。
十分待たんぞ。ちょうどにもない隙あり。しまった。よし、カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれはあの時の。基盤にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグバンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。エッグマンめ、この怪物がどんどん変身していったら大変だぜ。エッグマンの思い通りにさせるもんか。エメラルドを渡さないようにすれば今以上の変身はできないはずだ。ソニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。You made it!